上原浩二の雑談魂、雑談魂。はい、始まりましたけど、はい、残念でしたね。そうですね。かかると思ってんけどな。ね、いや、なんか熊谷にお会いしに、ね、行った時に、はい、すごくいい表情を、ね、してらっしゃったじゃないですか。うん、はい、だからなんかね、人ご本人的にも多分ね。そうですね。まあだからその後ちょっとメールしてね。あ、まあ元気そうでしたけども、うん、まあ自分の中ではかかるだろうっていう感じだったと思うんでね。うん、ちょっと残念でしたね。こっちになってきたんですか。じゃあこれから先どうするのって言って、うん、まだわかんないですって。まあでも多分それが本当ね、全てなんでしょうね。いや本当そうだね。まあとりあえずその時のね、約束だけはちゃんと守ろうと。はい、田沢 T シャツを着て。本当です。これ、はい、あ、サインしていただいたやつですよね。そうです。田沢のサイン入りです。あれ、これってあの視聴者の皆さんへのプレゼントでいただいた。はい。だからサインは田沢、はい、匂いは上原です。でそのままプレゼントします。で複雑なんですけど。はい、選択しません。これどういう気持ちで受け取ればいいんですか、当たった方は。匂ってみてください。上原さんの香りが、そうそうそう、いい香りがするかもしれないですよ。そうですね。まあ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 、そうやってね、もうちょっと笑いに変えていこう。いろいろとね、上原さんもあのツイッターだったり、はい、あのブログも拝見しました、うん、あの思うところもあると思うんですけど、はい、伝えきれないよね、やっぱ言葉では。それ文章で、はい、まあ、こうやって喋ってたらある程度言いたいことは多分言えるけど、文章ってなるとちょっと言いたいことが全部は伝わってないと思いますよね、あれは。今一番皆さんに伝えたいことは何ですか。やっぱり自分の中でドラフト対象選手ではないっていうのが未だにこう引っかかってますね。やっぱりそこですよね。そこですね。あんなに10年アメリカでやって、10年以上かもっとかやってる中で、なんで同じ土俵に立たなくちゃいけないのかと。ドラフトを経由しない入り方があったら、うん、絶対欲しい球団いっぱいね、ある選手ですよね、うん、と思うんですけどね。でましてやね、その今これから入る人たちっていうのは実績ゼロなわけじゃないですか、はい、彼はワールドチャンピオンにもなってるんですよ、プロの世界で。いやもうキャリア、実績はもう10対0ぐらい違うわけじゃないですか。でもなんで同じ土俵に立たなくちゃいけないのかっていうのは未だに疑問です。そうなんですよね、はい、あのドラフト会議って正式名称が新人、まあ、選択会議なんですよね。そうなんですよ。だからドラフトってね、あのいわゆるドラフトビールみたいな感じでね、うん、新鮮なっていう意味じゃないですか、うん、もう彼はもう正直新鮮ではないんですよ、うん、もうね、向こう行ってやってるわけですから。だからやっぱりちょっとドラフトにかけるのは違うかなと思うんですよね。なんか新人の定義ですよね。だから、うん、NPB に入ることを、初めて入ることが新人ってなるっていう意味のことなのかってちょっと思って、まあ、それも分からなくはないですけど、やっぱり日本をね、経てないからそういうふうに扱われるのも分からなくはないですけど、でもこれからはやっぱりちょっと考えてほしいなと思いますよね。本当にそうですよね。あの多分出てくると思うんですよ、直接アメリカにっていうのがね、今回のその田沢ルールが撤廃されたんで、はい、直接行くっていう人もいると思うんですけども、ただそれでね、1年2年で帰ってくるっていうルールは絶対ダメだと思うんで、うん、もう5年以上は間違いなく向こうでっていうような条件をつけないと、あの抜け道になりますからね、はい、あの行きたい球団に行けなかったから、じゃあ拒否してアメリカに1年行ってまた帰ってくる、そんなことはやったら絶対ダメだと思うんで、はい、きちんとしたルールを作って、その5年経った時にメジャーでの実績をちょっと重視して、あの実績があまりない人はドラフトにかけてもいいと思うんです。実績ある人はもうかけなくて、12球団でちょっと直接交渉して。そうですよね、うん、そのだから1ヶ月交渉するんじゃなくて1週間の中できちんと交渉して、で欲しいっていう球団と自分が行きたいっていう球団が、まあ、マッチすればそこで契約っていうふうにしたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。本当そうなんですよね。なんか改めてね、田沢ルールのことも、うん、そりゃそうだったってね、皆さん多分思い出して、うん、で世の中の流れも撤廃しろっ
ってなってたじゃん。そうですね、世の中がね、いい感じで、うん、流れがね、田沢の方に向いてたんですけど、うん、まあ今回はちょっと、まあファンが選ぶわけじゃないんでね、ドラフトっていうのは球団側が選ぶわけですから、まあそこはちょっとね、考えがずれてたっていうか、ちょっとかけ離れてたのかなっていう感じですよね。やっぱりあれだけね、キャリアを積んでらっしゃって、うん、選手の権利あるじゃないですか、うん、なんかそこがなんかきちんとこう行使できる状況じゃない、うん、その今のルールっていうのはどうなのかなっていうのは私も見ていて思いました、うん、まあもちろん年齢とか、うん、本当に実力で取らなかったっていうことももちろんあったとは思います、はい、うん、でもなんかすっきりしない、そうなんです、すごいもやもやした、すっきりしない終わり方だったなと。まだね、その田沢さんのコメントというのは、ね、うん、世の中にも出てないですよ ね、あの会見もちょっとねしてなかったんで、まあでもね、あのかからなかった方の会見っていうのはないんじゃないですか、うん、必要ないですよ、それは質問に対してもね、うん、いろいろ知ってらっしゃる方もいるから、うん、いやそれは違うんじゃないかな、それはちょっと違いますよ、ね、別にそれは、うん、あの課金しなくていいとは僕は思ってるんで、うん、本当に難しかったなっていうのが、う、ね、うん、いやでも田沢さんがどこへ行っても、いやそれは ね、あの来年本当にどうするのか分かんないですけど、うん、ドラフトにかからなかったからなんていうんですか、そのトライアウトは受けれるとかできたらいいんですけどね、うん、もうなんか新庄さんが受けるって言ってるじゃないですか、はい、だから多分 OK でもいいとは思うんですけど、多分ルール上ダメなのかな。あ、そうなんですか。どうなんだろう。確かにそうですよね。多分違いますよね。確かに確かにそうですね。まあだからどういう道に進もうが、はい、あのまあ、野球は続けるとは思うんでね、うん、あのちょっと注目していきたいなとは思ってます。はい。はい、私も同い年なんで、田沢さんと。ああ、そうなんですか。やっぱり同い年の選手が頑張ってる姿がものすごく励みになるじゃないですか、うん、だからやっぱりもっと見たいです。あのやっぱりあの田沢さんのあれだけ充実した笑顔をやっぱり私たちね、うん、見せてもらってたので、なおさらとこう見たい気持ちが強くなりましたし、見たいですね、あのだってね、前回ほら撮影の時に言ったじゃないですか、どこまででもついていきます、うん、それはね、行きますけど、あのメキシコリーグとかやめてね。あのせめて、まあ、アメリカ、日本ぐらいで、はいはいはい、まあ、独立リーグなのか分かんないですけど、はい、急になんかメキシコとかプエルトリコとか行かれてもちょっとってなるから。いやでも可能な限りね、はい、追いかけていきます。はい、本当にね、これからも変わらず応援していきましょう。いや、もちろんです。皆さんもぜひちょっと、タズをね、応援していただければと思います。はい。はい。